それでは、場所をですね関西に移します。ここはですね、神戸は有名な六甲の奥にありますローユードライブウェイっていうところですね。ここはですね、有馬温泉口になるわけなんですけれども、でここはですね、有料道路なんですね。でこう料金所あるんですけれども、午前1時から5時はタダです。で今ドリフトこのようにやってるんですけれども、実はですね、グリップがメインになってる峠なんですね。でここがですねそのドリフトの人はほとんどいません、はい、やってる方もいるんですけれども行ってもですねほとんど見れないという状況ですかね。この時はたまたまいたんで、やっていただきましたけど、何しろグリップがすごいです。ここは、この後に出てきますけれども感動しました。まあ見てみてください。